では早速チャレンジしてみましょう聞く前にタスクを知っておいた方がいいです自分から読んで予測してみてくださいどんな場面でどういう関係の人たちが話しているのか想像してみましょう会話を聞いて最も良いものを一つ選んでください 喫茶店で店員と男の人が話していますお客様ご注文はえーっとサンドイッチとコーヒーそれからサラダか何かあるはいございますじゃあそれそれからアイスクリームもねそれは食後の後でいいよはいコーヒーはいつお持ちしましょうか食事と一緒でいいよはいかしこまりましたアイスクリームは 食後、コーヒーはお食事とご一緒ですね。ああ、やっぱりコーヒーは食事の前がいいな。アイスクリームはそのままでいいから。はい、承知いたしました。では、正解を確認しましょう。続けて聞いてください。 レストランで店長とアルバイトの女の人が話しています。アンさん、ちょっといいですか。予約が一件入っています。本田様という方です。三十分後にいらっしゃることになっていますから、奥の席にご案内してくださいね。本田様ですね。わかりました。それから今日はいつもより混んでいてお客様をお待たせしてしまっているので。 並んで待っている方にお茶を出しましょうアンさんお茶を準備して出してくださいはいすぐにあ窓側のテーブルもうお客様帰られたのにお皿がそのままですねじゃあそこ片付けるのをお願いしますお茶は私がやっておきますわかりました食器は後で洗っておいてください手が空いてからでいいですからはいわかりました 正解を確認しましょう。いかがでしたか一回聞いたところで、うまく答えられなくても気にすることはありません。でも、すぐにスクリプトを見ないでくださいね。三回くらい聞いた後で見た方がいいと思います。 さっきの問題のスクリプトをこの次に提示しますので、自由にご利用くださいね。音声を聞きながら、またはスクリプトを読みながら、話している人たちの姿を思い浮かべてください。喫茶店で店員と男の人が話しています。お客様、ご注文はえーっと、サンドイッチとコーヒー。 それからサラダか何かあるはい、ございます。じゃあそれ、それからアイスクリームもね。それは食後の後でいいよ。はい。コーヒーはいつお持ちしましょうか食事と一緒でいいよ。はい。かしこまりました。アイスクリームは食後、コーヒーはお食事とご一緒ですね。ああやっぱりコーヒーは食事の前がいいな。アイスクリームはそのままでいいから。 はい、承知いたしましたレストランで店長とアルバイトの女の人が話していますアンさんちょっといいですか予約が一件入っています本田様という方です30分後にいらっしゃることになっていますから奥の席にご案内してくださいね本田様ですね わかりましたそれから今日はいつもより混んでいてお客様をお待たせしてしまっているので並んで待っている方にお茶を出しましょうアンさんお茶を準備して出してくださいはいすぐにあ窓側のテーブルもうお客様帰られたのにお皿がそのままですねじゃあそこ片付けるのをお願いしますお茶は私がやっておきますわかりました 食器は後で洗っておいてください。手が空いてからでいいですから。はい、わかりました。